歌舞伎ソムリエの奥田健太郎です。えー、あの、ニューヨークの9.11から、えー、丸20年経ったんですね。まあ、あの、本当に年月の流れの速さというのを痛感します。で、あの年ですね、まあ、9月のちょうど1ヶ月前僕はアメリカにおりました。というのは、あの、東海岸、えー、ワシントン DC、それからフィラデルフィアですね、 の、行きたいなと思っていた美術館も何箇所か巡りまして、そしてもう一箇所、ボルティモアという港町がありますね。あの、野球のベイブ・ルースの生まれ故郷ですけども、そこで、えー、ちょうどあのシーズンを最後に引退したカル・リプケンというね、えー、あの、連続試合出場を、ずっとの地元、ボルティモアオ・オリオールズ一筋で、えー 大業を打ち立てた素晴らしいプレイヤーでしたけども。が、あのシーズンが最後で引退ということでしたね。で、それをシーズンの始まりの時点でもうあの発表してたので、彼は。なので、思い立って、カル・リップケンの最後のそのプレー姿を見たくて、ボルティモアに野球も見に行ったと。うん で本当に一週間弱のアメリカ滞在でしたけども、そこから一ヶ月経つか経たないかのうちに、あの、大惨事だったんですね。えー、ですから、ちょっとあの、怖いなと思い,思いましたし。うん、でも、まあ、あの、たまたま僕は、 えー、影響は何も受けずに、えー、日本に帰ってきて、あの、ニュースを知ることになったわけです。えー、ところがですね、ところがですね、言い方良くないな。うんあの、9.11のちょうどあの時期に、歌舞伎の世界で言いますとね、1000、えー、年亡くなられた18代目の中村勘三郎さんは、えー、確かね、あれ、あの、お休みで、 夏休みをアメリカで取られてたんじゃないかな。それで帰ってくるときに、もろですね、結局あの9.11のあの大パニックの余波で、なかなかその飛行場が機能していない、うん。で、もうアメリカ全体でそういうあの入念な厳重なチェックをしていたものだから、しばらくは足止めを食らって、 でえー、日本に、えー、戻ってこられなかったっていうようなことはね、えーまあ、その後日本に戻られてからの、うん、あれ確かねあのその事務所の関係の方とロビーでねそんなことをお話し させていたただいた覚えがあります、ね、いやあすごいですねやっぱアメリカっていうところはその結局ひとたびああいう大きな事件があった時にもう本当国を挙げて国ぐるみであそこまで厳重な体制をとるんですねまあこれはアメリカに限らないことかもしれないけども,もやっぱりあのその全体統制をしているあのね状況でこれは本当に大きな事件なんだなということをまざまざと実感しましたなんていうことをね、えー、直に ハロビーでお話をさせていただいたことがありますね。えー、でそれからこれはあのやはり歌舞伎の中村吉右衛門さんがねちょうどそのあのニュース映像本当にリアルタイムでお家のリビングルームのテレビか何かで見ていてね それで最初はなんかこれ映画のシーンじゃないかとか、そんな風に思っていて、しばらくご覧になっててテレビを、だん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 これは実際のニュースなんだってことが分かって、すごい戦律を覚えたっていうのはね、そういった当時の思いを、あの、ご著書の中でね、エッセイ風に書いてらっしゃるのを僕もお配読した覚えもあります。まあ、歌舞伎公演自体はですね、 あのまあ、例えばの大震災の時などとは違って9.11があったことで特に歌舞伎の公演が中止になってしまった延期になってしまったというようなね、えー、まあそういった影響は特にはなかったですけども、まあ、やはり、ね、ああ大きな出来事痛ましい出来事があった時というのは、まあ、世の常ですけども、ね、本来こう楽しく盛り上がるための劇場に行っていてもね どこか、ああ、なんていうのかな、ちょっと気持ちが、あーあー、塞ぐな、ちょっと沈んでしまうな、なんていうね、えー、そんなことを思いながら、あ,あの、これも芝居を見ていたかな、僕も、というね、えー、そういったことを今、しみじみ思い出します。で、やはり、これもあれですよね、なんかそういう大きな、ああいうアクシデント、事故があった後っていうのはね、本当にあの、 舞台の上で、例えば、あの、こう、トンボを変えるだとか、高いとこからね、飛び降りるだとかいう激しい立ち回り、激しい動きがあるのを見ていてもね、なんかね、いつもよりも、普通の時よりもね、自分の中に起こる、ハラハラ、ドキドキしたね、感情っていうのが、増えるような気が自分はするんですよね。本当に、ああ、これ病気やけが、事故がなく、 無事に、あってほしいなと。うん。もう普段は、もう普段もそれはね、あの、絶えずそういうことを思ってるんだけども、もう普段っていうのはそういう立ち回りのなんか動きを見てるときっていうのは、そういったあの、リアルなね、心配なんていうのはしばし本当にこう忘れて、わあすごいなぁ、盛り上がるなーってことで純粋に楽しむじゃないですか。うん。だけどどうしてもね、大きな、そういう、 出来事があった時っていうのはね、なんか激しい動きの芝居を見てても、なんか心が落ち着かない自分がいるなというね、えー、そんなことも思います。まあ、それやこれやも含めて、現実の世の中のありようとね、えー、その芝居を見るということが結局は一つにつながってるんだななんか、ああこういうスマホだとか風に言えば、同期してるっていうんですかね。 えー、そんなことをね、えー、しみじみ思うわけでございます。9.11から20年が過ぎたということで、えー、まあ、歌舞伎ということと絡めて、えー、つらつらとお話をさせていただきました。ありがとうございました。